本来であれば、取り組みをされていく方々にですね、説明をお願いしたいかったところなんですけれども、いろいろ議会の関係ですとか、それから今、牧草の2番の収穫で繁忙期を迎えているということもありますので、私の方でですね、代わってご紹介させていただきたいなというふうに思います。1ページをご覧ください。ここには、バイオマスとは書いております。皆様、すでにご存知かと思いますが、上の囲みにあるように、生物資源、バイオ、その量、マス、を示す概念でありまして、動植物に由来する有機物である資源、化石資源は除きます。そういう資源であってですね、大気中の二酸化炭素を増加させないカーボンニュートラルと呼ばれる特性を有しております。また、バイオマスを製品やエネルギーとして活用していくことが、農産業の活性化や地球温暖化の防止、環境型社会の形成といった我が国が抱える課題の解決に寄与するものでありまして、その活用の推進を加速化することが求められております。バイオマスの種類といたしましては、まず、廃棄物系バイオマスとして、家畜排泄物、SE5 で、穀液、これは製糸工場で木材パルプを作るときに化学的に分解、分離した際に発生する液体物。それから食品廃棄物などがあります。未利用系バイオマスといたしましては、農作物の非食用部分、それから林地残材、製品にならないような木がですね、山にそのまま残されているようなものですね。それから資源作物としては、これは微細藻類、藻の中でもですね、個体の識別に顕微鏡が必要な藻類、これが微細藻類と呼ばれまして、浮遊性のものについては、植物プランクトンとも言われております。そういったものがあります。それから、バイオマスの用途といたしましては、素材や化学実験料として使うマテリアル利用、電気、熱、燃料に変換するエネルギー利用、肥料や飼料や、あるいは薪や炭など、新たに使う既存の利用などもあります。カーボンニュートラルというところが、右側の方に、右の真ん中の方に説明があるんですけれども、生物由来のバイオマスは、燃焼することによってですね、二酸化炭素を放出するんですけれども、その成長過程では光合成によって二酸化炭素を吸収しておりまして、大気中の二酸化炭素を増加させない性質のことをカーボンニュートラルというふうに言います。ただ、バイオマスの活用にあたっての課題としてはですね、多くのバイオマスは地域に広く薄く存在しておりますので、原料の効率的な収集や運搬システムの確立、販路の確保など、経済性が確保された一貫システムの構築が重要となってきます。2ページ目をご覧ください。バイオマス産業都市についてご説明いたします。上の囲みにあるようにですね、バイオマス産業都市というのは、経済性が確保された一貫システムを構築して、地域の特色を生かしたバイオマス産業を軸とした環境に優しい、そして災害に強い町村づくりを目指す地域ということでありまして、内閣府、総務省、文科省、農水省、経済産業省、国土交通省、環境省の関係7省がですね、共同で選定をしております。
毎年5月下旬頃から8月下旬頃にかけて、まあ、募集をしております。真ん中の図の右上にあるようにですね、畜産・酪農地域に、ある家畜排泄物を電気・熱・湿気量、まあ、湿気藁に変換してですね、右下のように、都市部から発生する食品廃棄物等をまた電気・熱に変換、左側の林業地域からは未利用材の間伐材ですとか、製材工場の残材ですとか、それらを燃料にして電気や熱に変換する。で、地域に付存するエネルギーを利用した経済性が確保された一貫システムを構築する構想ということになります。3ページ目をご覧ください。混戦地域におけるバイオマス産業都市の選定地域をご紹介いたします。バイオマス産業都市は、令和2年度末現在全国で94市町村、そのうち北海道ブロックは26市町村が選定されておりまして、年度別には平成25年の1次2次合わせて、34市町村が選定され、以降は標本等となっております。で、このうち混戦管内はですね、平成25年の第1次で、別海町、第2次で釧路市、平成28年に標茶町、平成29年に中標津町、鶴居村の、産業都市構想が設定されております。まあ、いずれの地域に、おきましてもバイオガスプラントの導入などの、プロジェクトが書き込まれているんですけれども、まあ、皆さんご存知の通り、北電の送電網に空きがなくてですね、系統を接続できないという課題からですね、プラントの建設がなかなか進んでいないというような課題もございます。4ページ目をご覧ください。これは平成25年当時の釧路市のバイオマス産業都市構想の概要であります。釧路市では市街地近郊に位置する農家さんにおきましてはですね、悪臭等の問題から家畜排泄物を有機肥料活用センターに集めてセンター方式により処理をしておりまして、市街地から比較的距離のある農家さんは、まあ、個別処理をされていましたが、大半が堆肥化による処理と装置関連、そういうことを行っておりまして、バイオガスによるエネルギー活用というのは、一部にとどまっておりました。これら大量の家畜排泄物等をですね、原料としてバイオガスを生成し、そのガスを熱利用や発電の原料として積極的に活用することで、エネルギー自給率向上を図って、燃料高騰などによるですね、経営に影響がある酪農家の生産コスト削減にもつなげていくことが必要になっております。この他、生ごみ、堆肥化、廃食用油のバイオディーゼル化、チップボイラーの熱利用、SOD のメタン回収による熱利用などが行われておりましたが、まだ利用されていない、隠されたバイオマスの相乗効果を上げながら、多団体に利活用して、持続可能な循環型地産地消エネルギーの源としてバイオマス利活用の可能性を目指すという、そういう構想になっております。で、釧路市が策定したその産業都市構想の中にある事業化プロジェクトの内容といたしましては、当時、堆肥センターであった有機質肥料活用センターにおいて収集し、高規制発酵によって堆肥化されている家畜排泄物をメタン発酵させてバイオガスを生成して
熱利用や発電の燃料として積極的に活用し、ガス生成後の消火器を有用な有機質肥料として活用することで、地域循環型農業が一層進むというようにするものでありました。5ページ目をご覧ください。釧路市の事業化プロジェクトの一つである JA 阿寒山の取り組みをご紹介いたします。図の左側が従来からある堆肥センター、真ん中が酪農地域自立システムで、右上が大規模酪農家さんでおります。でこの酪農地域自立システムを導入するに至った経緯についてはです、酪農家でのエネルギー使用量、これは結構大きいということや、酪農経営の、低迷ですとか、で、待機センターでもエネルギー使用量が結構大きくてですね、維持管理費が増大していたと。生産現場や環境なんかではですね、低品質の放牧草や整備、悪臭や地下水汚染などの問題がありまして、酪農家および地域の省エネルギー化、良質な堆肥、適宜生産する良質な肥料、生乳生産、悪臭および地下水汚染の軽減、運用処理料金の平常維持による経営組合の負担の軽減、ピット制度に依存しないエネルギーの地産地消を確立させることが課題となっていましたが、平成28年に、事業の可能性調査、これを実施しておりまして、高水分の乳牛糞尿を適切に処理してですね、メタン発酵で得られたエネルギーを隣接する大規模農家と待機センターに供給する事業が、ピット制度を活用しなくても成り立つということが示せたと聞いております。原料調達についてはですね、すでに収集運搬システムというのが、会議センターでしたから、そういったものが構築されていたことから、安定した原料の確保ができる。で、エネルギー変換についてはですね、堆肥化が困難であった中水分、高水分の分量をですね、固液分離器で水分率を高めて、あと、大規模酪農家の未利用だった分量とともに利用することによって、エネルギー供給の安定化を図って、そのエネルギー利用ではですね、全量ガス配管供給による省エネ、エネルギー全量消費などについて、既存施設を利用することによって、建設費の抑制を図っております。固液分離後の中水分、高水分分離の固定分につきましては、従来の会議センターで、ベース分離や廃棄資料などと一緒に、完熟堆肥を作っている。で、そこには発酵槽で生成されたメタンガスを電気と熱に変換して、場内で利用している。また、近隣の大型酪農家さんへは、電気、熱を供給するとともにですね、園芸ハウスの加温にも使用しているということになっております。また、発酵後の消化液につきましては、固液分離して再生飼料、戻し堆肥なんか、そういう言い方もしますけれども、あとは液肥として再利用していく。で、再生飼料は高い防難性、高い吸収性があってですね、一般の飼料と同等の安定性があって、液肥については化学肥料を節電、それから熱処理をしておりますので、雑草のない良好な装置、密度の高い牧草を生産することに寄与するということに。6ページをご覧ください。先ほどもご説明いたしましたが、バイオガスプラントの導入環境が、整っていたことが、この取り組みの強みになっております。
まず待機センターではすでに収集運搬システムが構築されておりまして、コンテナ運搬車ですとか、スラリー運搬車がすでに、それから大規模農家が隣接しておりまして、発生したガスを配管で100%送ることができる。既存の受け入れ施設や待機化施設が利用できて、導入設備コストを軽減できること。それから JA 組合員18個でセンターを運営しておって、新たなシステム導入の合意形成がなされていることが強みになっている。で、新型コロナの影響で、外国人の技師さんがですね、来日できないというような影響もあって、一部、未稼働部分もあるようですけれども、1日あたりの発生バイオガス熱量は、当初目標としていたものを達成していると聞いております。何ページ目をご覧ください。他の地域、十勝地域ですけれども、十勝地域の鹿追町の事例、これは農水省のホームページでもご紹介している関係もありまして、私の方からご紹介させていただきます。鹿追町ではですね、平成19年に、家畜糞尿の適正処理、生ごみ、汚泥の資源化を図るため、既存の汚泥処理施設にバイオガスプラント、待機化施設を新設して、鹿を環境保全センターを設置しております。この環境保全センターの1日の見学処理量はですね、94.8トン、生乳換算で、約1300頭が排出する糞尿量に相当するそうです。1日の発電量は約6000キロワットアワーでありまして、一般家庭600個分の電気使用量に相当するということであります。バイオガスによる電力はですね、施設内で利用するとともに、余剰分は固定価格買取制度、ピットによって、北電に売買。障害費は電気回復として、納期に還元して、環境に配慮した地域資源循環社会の形成を推進して、余剰熱を利用したさつまいもやマンゴーの栽培、チョウザメの養殖などを実施しております。新規作物としてさつまいもを、試験栽培しておりまして、そのさつまいもの貯蔵温度が13度から15度必要ということで、これも余剰熱を利用して保管庫内を保温しております。で、新たな特産品として、干し芋を作ってですね、販売しているようです。また、32本のマンゴーを栽培しておりまして、1本あたり大体30個ぐらいマンゴーを収穫するのようです。国内では、端境期である12月にマンゴーを収穫するために、温度調整により季節を逆転させて、春から初夏にかけて、雪とか氷によってですね、ハウス内を冷却して、開花に合わせて余剰熱によりハウス内を保温しております。収穫されたマンゴーは都内の百貨店で販売されていると聞いております。また、チョウザメはですね、0歳から10歳魚まで約9000匹を養殖しておりまして、水温10度を余剰熱を利用して、19度ぐらいまで、温度を上げるということで、チョウザメの成長が促進されて、そうなればキャビアの採取量を増加させることにつながる。キャビアが採取される年齢が8歳魚のようでありまして、来年度以降、本格的に採卵する計画と。また、右側中ほどの囲みにあるようにですね、将来の水素社会を見据えて、平成27年より、バイオガスから、メタンガスからですね、水素を製造・利用する環境省の実証事業を行っております。右側下の、これ
これ、海幕バイオガスプラントというんですけれども、平成28年4月からですね、本格稼働しております。1日の計画処理量は210トンで、これは大体3千頭分の地下排泄物の量になります。先ほどご紹介した環境保全センターに比べて2倍以上の処理機となっておりまして、エネルギー製造の方でも、250キロワットの発電機を4機、備えておりまして、まあ、発電するのは同時に3機まで、最大発電量は750キロワット。常に1機をバックアップとして備えることによってですね、安定した発電が可能となって、1日の発電量は1万4000キロワットアワーを聞いております。また発電の際に得られる熱エネルギーを活用してですね、これは水耕栽培の試験を行っております。まあ、これから付加価値の高い野菜などを中心に栽培試験を行いながら、今後施設の増幅を図って、余剰熱の利用拡大を推進するとともにですね、これから障害者雇用ですとか、農福連携にも取り組んでいきたいというふうに聞いております。最後に8ページをご覧ください。農林水産省ホームページのバイオマスの活用の推進のページであります。本日ご説明した資料のもとになっているバイオマスの活用をめぐる状況ですとか、取り組み事例、あとは関係省庁による支援策など、まあ、盛りだくさんの情報が掲載されております。下段の詳しくはこちらに、記載しました通り、検索いただくか、この QR コードによってですね、閲覧できますので、ご紹介させていただきました。私の方からは以上になります。ご清聴ありがとうございました。